疲れ様です。ゆきのです。今回は、英雄のアルコーンと水流の後継者の気まずい因縁を簡単に整理していきます。英雄のアルコーンの本音。英雄のアルコーンとは、ザ・アルコーン王を勝ち残った初代アルコーンの一柱。ザ・アルコーン王とは、天空の島セレスティアに存在する7つの神倉、ザ・セブン・ディヴァイン・スローンズをめぐる魔人たちのボコリアイと定義されているボコリアイのことである。ザ・アルコーン王で勝ち残ったアルコーンたちは、人類を導くという制約を課せられている。そして、勝者となった7体のアルコーンたちは、第3降臨者の遺骨宝石である、神の心、グノーシスを受け取って、元素7流の剣能が埋め込まれている7つの神倉を手に入れるに至った。そのため、勝利先生は、ノビレットから、岩竜から、岩の体験を勝ち取った飢饉の神と呼ばれており、勝利先生は、ヌビレットのギルティリストに登録されている。このような因縁が、アルコーンと7流の間にあるため、作中では言い表せない空気が漂っていたのである。ふん。どうやらその紳士は、日頃からかなり多忙なようだな。明らかにそうでしょう。勝利さんは見てないけど、休暇だっていうのにあの人、会議に出席する責任者みたいな服装だったんだから。そうだったのか。え？勝利はヌビレットに会わなかったのか？あいにくな。ちょうどその時、同志とフリーナ殿の打ち合わせがはかどっていた。業務のこととなると長引くと考え、二人のために茶を取りに行っていたのだ。残念だね。あの紳士、言葉遣いは硬かったけど、勝利さんと気が合いそうな感じだったよ。うん、そうか。どうした？へえ、まさかそんなに優しい人だったなんてね。見た目ほどお堅いわけじゃないんだ。ああ、うちの往生堂にもそんな風に責任感があって、用意周到で積極的に動いてくれる人がいたらいいのにな。ね、勝利さん。ああ、確かにな。そういえば、もうすぐ新しい一年の仕事が始まるよね。勝利さん、何かあったら必ず隠さずにこの同士に言ってよ。なぜそのようなことを？今日はちょっと上の空だったでしょ？口数も少なかったし、ずっと、そうか、とか、確かにって言ってごまかしてたから。まさか中年に近づいて悩み事でもできたの？そうか。うん。冗談だ。行営層は都心部から離れ、生活の流れもゆったりとしている。ここに来るとつい気が緩んでしまうのだ。同志に心配をかけてしまったようですまない。ふーん、なるほど。親友はどう思う？あなたもここに来ると気が緩むと思う？おお、素晴らしい詩だね。確かに。そんな理由へのアルコーンは、現在は勝利というコードで、往生堂のもらで、風太郎に養われているイケメン先生。勝利は、英雄へのアルコーンの地位を手に入れてからは、世間から、契約のアルコーンと呼ばれることが多い。しかし、ザ・アルコーン王で勝者となるまでは、勝利は、世間から、岩の魔人、地を、アルコーンという名で知られていた、魔人、アルコーンの一体であった。つまり、勝利は、誕生した時から、魔人、アルコーンであるため、餓死する経験はなく、富の損益は、勝利が心配するような案件ではなかった。そのため、勝利が、モラで買い物をするときは、常に値段など見ないし、彼は、気に入ったものは、基本的に、店主のいい値で買ってあげており、店主より高い値で買ってあげることもある。もちろん、勝利は財布などは持ち歩かないため、少額の買い物なら、そこら、当たりの友人に支払ってもらい、高額な買い物なら、適当な理由をつけて、往生堂の経費できっちりと支払っている。要するに、風太郎が汗水垂らし苦労して稼いでいるモラを、豪快に消費してあげているのが、勝利先生なのである。風太郎が金を稼いで、
勝利が封太郎が稼いできた金を消費するという流れこそが、勝利が利用している王城道システムである。そんな勝利生成は、本編から約3700年ほど前に、仙人たちと一緒に DA を作った存在でもある。なお、DA で呼ばれている仙人たちは、天地の間に漂う元素の力から生まれた純粋な元素生物であらせられる。DA 人は、仙人たちに敬意を込めて、三眼五系仙人という継承で呼び表すことも多々あり、ここで言う三眼とは、元素を操る力のことである。そのため、DA の仙人たちは、元素力を無意識のうちに利用することができるため、仙人たちは、基本的に、神の目は必要ない。補足であるが、七国のアルコーンの元ネタは、インド神話の神様関連であることが、対応する突破素材より判明している。作中でも、勝利先生の元ネタは、対応する突破素材より、インド神話のプリティビーであることが判明している。プリティビーとは、インド神話において、大地を司る神の一柱であり、大地を開港して豊穣をもたらした有名な逸話が存在する。そのため、勝利先生が、低昇山、霧原という未開エリアを開港し、最終的に DA を開港して契約により繁栄させていたのも、プリティビーが豊穣をもたらす神としても描かれる設定が綺麗に反映された形になっていたりする。そして、ザールコーン王の誇り、愛は過激さを増していき、勝利先生は、奇襲様の最後を見取ることになり、奇襲様は、勝利先生に、自分たちの、夢、とある石像を託し消滅した。やっぱり、あなたとは、共に歩めそうにないわ。城前のことは、忘れて。これが盟約の印であり、私からあなたへの挑戦状でもある。私のすべての知恵を、この石像に閉じ込めた。もし、これを解くことができるのなら、こうして、勝利先生は、奇襲様と永別することになり、奇襲様を失った勝利先生は、霧原を離れ、低昇の南のエリアへと移動し、DA を築いていて、仙人たちと一緒に DA を守る日々が始まった。彼がスネージナヤが目論んでいる天理の書き換えに協力して、神の心グノーシスを手放す日まで。補足であるが、勝利先生は、壁、天理を守るという固有スキルを保有している。勝利先生が、スネージナヤのアルコーンと締結した契約は、天理への反逆に加担していることを意味している。そして、壁とは、古代中国の日月を象徴する祭祀であり、ニホヨワールドで、青き月を象徴する人物といえば、運営の、マナ娘、キアナガオの天理だけである。そういう意味では白夜国コレクションである日月前ことは、ニホヨワールドで、青き月を象徴する人物のハートフル電気という読み方もできる。運営が掲げる崩壊ユニバース、原神インパクト、崩壊インパクト、崩壊学園において、どの世界でも天理になっている、キアナガオの天理様の今後の動向に注目していきたいところである。水流の後継者の本音。水流の後継者とは、フォンテーヌの最高審判官である、ヌビレット様である。なお、彼の先代に該当する初代水流は、正解を超えてやってきた当時の天理に、ハートキャッチで心臓をぶち抜かれている。そもそも、初代水流の心臓は限界の心臓でもあり、当時の天理は、水流の討伐と同時に、デイワットの限界の所有権を奪い取ったため、部下たちがエゲリアを創造して、現場監督人として、限界の管理をさせていた。しかし、この時の現場監督人のエゲリアが、無断で、天理の所有物であった限界を利用して、純粋を人間に置換し始めたため、とんでもない不祥事が明るみになり、最終的に、フリーナが、連帯保証人として罰を継承するのだが、長くなるので、今回は割愛する。そんなヌビレットは、勝利先生だけでなく、同族である、元素七竜の元能をパクった、正解から来た天理を恨んでいるため、天理の部下である、七神は、ヌビレットのギルティリストに登録している。基本的に、ヌビレットは、同族意識が高いため、元素七竜の元能を、ザールコーン王で、かっさらった勝利たちを裁くべき存在として認識しているのである。そして、ヌビレットは、同族である、元素七竜をボコボコにした天理に、このようなお気持ち表明をしている。テンプが滑るべきだった国は、今や、自我王座についている。すでに、錯乱と逸脱に蝕まれし時代。我は、天地を正すために生まれたと。ここでヌビレットが語る、テンプ、フォーミダブル、ファーザーとは、キリストにおける神を意味しており、彼は、ジ・ヒルチ・フェザーズという単語で、現在の天理陣営を、汚れた羽たちと表現して切れ散らかしている。補足であるが、ヌビレットが語る、ヒルチ・フェザーズとは、キリストにおいて、
天使たち、神の使者を表現する単語が使用されている。つまり、ヌビレットは、現在のデイワットの選手が、天理の使いであると同時に、汚れている存在であると認識している。実際に、原神インパクトで登場している天理の調停者は、昔からおなじみの汚染された木山顔である。ゲーム内でも、勝利先生のスキル名から彼が守っていたと思われる過去の、青木天理、勝利が裏切った、現在の天理、ヌビレットが語っている汚れた天理の正体に注目していきたいところである。ちなみに、原神インパクトだけプレイしていると勘違いしやすいが、ミホヨワールドにおいて、天理とは世界の規則を体現する単語であり、固有の人物を表現する名称ではなく、コードネームの意味合いが強いため、注意が必須である。ヌビレットが、ギルティリストから勝利たちを除名してくれる日が来るのを祈りながら、彼と一緒に、デイワットの水をガブ飲みしたいところである。今回は、以上で終了となります。